はい、始まっておるそうです。昨日からドギマにして緊張するね、これね。さあ、どうすればいいんでしょうかね。さあ、どうしましょうね。ねえ、小野くんがアフレコ中なんでしょ。はい、そうです、小野さん。ね、後で来るんでしょ、小野さんね。うん、大丈夫かな、小野さん。なんで何があの、この収録のこと忘れてないから。ああ、来ないっていうね。そうそうそう、そのまま緊張した2人がずっと来ない来ない、あんたはってすいません、世代的にとんでもないです。もう津田さんと一緒とか どういうのが来ますよ。もう杉田君初めてだからね。僕もですよ、やった、嬉しい。よろしくお願いします、本当嬉しいです。はしゃいでどうするんだ。昨日からどうしようかな、どうしようかなって緊張してるよ、僕も。あ、僕だけですよ。はい、もちろん前向きな意味で前向きにね、前向きにやりましょうよ。小野さん早く入ってこないよね。そうね、小野さん何してんの。あ、ま、だ小野賢章くんが入ってくる。違う人が入ってきちゃう。うちの後輩の小野が入ってくる。落ちてきた、来た。おぉ、ちゃんと小野大輔さんが来てくれた。よかった、よかった。隣のスタジオ行ったんですけど。そうだよね、誰もいなくて。誰もいなかったの。素人が何してきたんだみたいな目で見られる。ああ、なるほど。あ、よくある。帰ってくださいみたいなやつね。よくあります、それ。ジロッとされるやつね。こっちね、こっち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 。うん、隣のスタジオです。ラジオ調整室のスタジオなの、ね、そうですよ、まあ、あの、ていうか、ここ調整室でしょ、完全に。そうだよ、スタジオじゃないからね。だってここ入ったことないもん。僕も初めてですよ、こっち。同じく、うん、こっちでいいんですね。こっちでいいみたいです。はい、じゃあ、よろしくお願いします。回ってるみたいですよ。回してるんですね。そうなんですよ。小野健一さんが来てくれたからよかったもん。そっちじゃない、そのものじゃない。最近多いからね、健翔くんとかね、いるからね。君のとこにもゆうきくんっているでしょ。いるね、大輔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 、モテなせ、モテなせ。ツイッターでよく絡んでる子ね。あ、そうそうそう。これ番組本当に始まってる。始まってるんですよ、これは。ぬるっと始まってる。ぬるっとしてるんです。じゃあ始めちゃいますか。始めちゃいます。はい。よっしゃ。改めまして、皆さん、はじめまして、アニメ K、総美琴役の津田源次郎です。はじめまして、アニメ K、岡、エースを狙い。宗像役の杉田智和です。います。うん、そうじゃないよ。うん、はじめまして、アニメ K、八咫神九郎役の小野大輔です。はい、よろしくお願いします。お願いします。これはですね、謎に包まれたアニメ K を紹介していくというね、うん、はい、ラジオだそうですよ。僕最初お話聞いたとき、うん、スーパードクター K がアニメになると思って。おー、マジで。めっちゃテンション上げてた。うん、やったーって思いながら。なるほど。K ってあれで K でしょって。そりゃそうだ。そしたら、うん、かっこいい男がいっぱい出てくる絵をもらって、違うじゃねえか。スーパードクターはって、うん、今からでもそれやればいいんじゃない。一人だけスーパードクターをやれば。マジっすか。うん、テンション上がってきたぞ。そうそう、村方、うん、っていう役のスーパードクター。ああ、なるほどね。よし、 K じゃないけど、ね、いろんな病気とかを。完全オリジナルアニメでしょ。オリジナルアニメですよ、これは。うん、私が愚かでした。なんかね、うん、あの番組でこの番組、はい、嘘ついたりしていいらしいですよ。ええ、そうなんですか。嘘ついたらしい。あ、でも早速ね、今そう、今こうぶっ放しましたもんね。うん、こういうことをいっぱいやっていいんだって。あ、そっか。でもこれ、この放送がされている時点でまだ、 始まってないので、自体は、うん、で、あの、これ聞いてる人もどういうアニメかよくわかんないから、うん、逆に翻弄していけばいいじゃない、お前ら3人みたいな。あ、なるほどね。うん、ネタバレもありだって。いいですか。うん、だから嘘と本物を混ぜていけば、どれが嘘か分かんないでしょみたいな。そんなこと言ったら杉田君がすごい、すごいことになりそうな。テンション上がってきちゃった。いやいや、なんか多分こういうことなんじゃないかなって考えると。全然分かんない。テンションが分かんない。今顔だったし、今。なんでグッて力が入ったの。顔の K? 顔で K を表現したの。顔ラジオなのか。ラジオなのに。ラジオなんですね。ほんと。まあでも、こういうざくばらんな雰囲気でやっていこう。はいはい、やっていこうという、はい、番組だそうですよ。まだ多分リスナーの方ポカンだと思いますけどね。感じでね。何するラジオなんだろう。全く分かんないです。小野さんが脱いだりとかしないですか。いやいや、まあ、全然、ね、求められれば全然脱ぐんだから。もうなんだったら今もうパンツ一丁みたいなもんだもんね。そうです、そうです、うん、心はパンツ一丁じゃないから。うん、そうそうそう。靴下はでもちゃんと履いてんだよね。そう、靴下だけなんだ。足並みとしてね。そうそう、風邪ひいちゃうからね。みんなどうぞって感じですよ。皆さんもどうぞって。ああ、なるほど。じゃあパンツ、パン一、パン一でやるラジオ。全員スタッフ全員パン一になればいいじゃない。あ、なんだったらね。そう、ここから入ってるから分かると思うんですけど、うん、スタッフさんがね、すげえ多いんですよ、これね。あのね、
実はね、僕ら意外と緊張するんだよね。緊張する。スタッフさんいっぱいいるとね。わかります。面白くないんじゃん、お前らみたいなこともさ、ね、プレッシャーかけられて、全方向からガン見されてるって。そうなんですよ。目隠しとかスタッフさんすればいいのに。目隠しすればいいのに。パンチで目隠ししてさ、スタッフさんがみんな。あとは口になんかボールをはめ込むだけですね。そうそう。そうだね。うん、あの、なんか皮のついたね。まあ、やばい、ちょっとテンション上がってた。こういうのでいいの？本当？こういうのでいいの？本当？ありがとうございます。ありがとうございます。バカバカ。どういう風に行けばいいかが分かった今まで。よーし。楽しみになってきました。よし。じゃあまあこんな感じでですね。アニメ系はまだ放送前なので、まあ謎は謎としてね、残しつつ、次々にですね、アニメ系の魅力をね、伝えていければと思っております。本当のことを言う場合も、デタラメを言う場合もありますから、あと、噛みまくります。すべてですね。アニメをお楽しみねというね、ことで、始めちゃいましょう。アニメ系ウェブラジオ K アーツ第1回いやいやテンション上がっちゃったよ。早速ギャグボールもう出ちゃった。みんなエグエグおーそうってなって喋れない。笑うのも変な笑い声が何とってんだ。それでは最初のコーナーははい K って言うんだよ。はい、ロボットいや K M んぬるっと始まりましたけども小野さん自分で自分の性癖を暴露してどうするんですか。エヌーって今そうそうそうエヌーってヘッドボールを噛みながらね、噛みながらそうね、全裸、ほとんど全裸だしほぼ全裸だしね、でも靴下は履いてる。そうですね、まあそんな感じのなんか全然よくわかんないんですけど KM っていうコーナー K of Mail だって。はいはい、アニメ K についての皆さんからのメッセージをご紹介するコーナーということで、ね、まだアニメ始まってないのにメール来ないからこれ多分仕込みですよ。そうですよ。多分じゃなくてね、そうなんですよ。本当だったよ。こんなメールもらえたら嬉しいな。嬉しいなっていうのを紹介していこうと。紹介していくってことでもないけどね。なんかね、飲みますか。あれカランカランとこのタップだからやっぱりリアルな音にこだわってそうそう生音が好き。あそうなんですか。生音が好きなんだね。このスタッフさんはきっと、ね、ああじゃあこれからいろんな生音が入ってる。あこれこれがガランあこれ食べちゃうっていう ね, ねすいませんね長津田はい。メールをなんかね読むんだって。じゃあやりながらじゃあ僕紹介しましょうか。ぜひ読んでもらえると嬉しいですよ。わかりました。じゃあまず最初のメール、K ネーム、氷菓子さん。出ました、氷つながりですよ。どうすほら、ほら、もう測ったようにね。それとも、はい、お金をすごい金利で貸す人氷菓子。氷菓子ね、音的にはそうなんだよね。ごめん、半分ぐらいまででいい。読んでいいかな。読もう。津田さん、杉田さん、小野さん、はじめまして、こんにちは。はじめましてって、これ仕込みでしょ。この中の誰かなんかリアリティにこだわってるんだね。そうですね。これ、カズアキが書いたんだろ、どうせこれ。カズアキって、あー。高専作家さん。高専作家さん。カズアキの系なのかな。おおラジオ開始おめでとうございますと。ありがとうございます。アニメ系 PV 第2弾まで見ました。第2弾ですか。もう第2弾。街や海などの背景が丹念に描かれていて気合入ってるなと思いました。俺らの回だからね。そうだね、背景。そう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 。ところでアフレコの時に声優さんが絵がない絵がないと言ってることがありますけども、苦笑。アニメ系の進行状況はどうですか。私気になります。なるほど。スタッフさんが明らかに描いてるから、スタッフさんが絵がないかどうかをすごい気にしてるってことだよね。つまりそうセキララですね。そういうことですよね。絵の進行状況大丈夫かと。これどうですか。どうですか。絵に関して言えばものすごい絵が入ってます。絵が入ってます。これはね本当です。監督の絵、つまり監督さん、今回の誠実な人が入ってきた記憶があるんです。確かにかなり絵もちゃんと入っていて、ほぼ 100% だったよね。ほぼ 100% ですね。レッドブルでいい。あの氷入れていただいたね、今グラスにねレッドブルが注がれてますけども、なぜこのタイミングなんだろうと思ってますけども、私はまあでも絵ができてるから、その逆に完全にビールだよこれ。ビールってほんとほんと色がビールなんじゃないですかね。ここに開けてみたらこんな感じですよ。乾杯乾杯。そう
だから絵があったら嬉しいって話ですよ。絵があるから嬉しいって話を今熱く語ってたんだもんね。そうですよ。あ、僕の携帯が鳴ってる。携帯の系だこの番組。携帯の系ですねこれね。うん、で、はい、弊社マネージャーが、はい、かなり苦笑いで。なるほど苦笑い。弊社からかかっております。あら、ちょっとどういうことですか。収録中ですよ今。ごめんなさい本当すいません。ラジオの収録中に電話をかけてくるとは何事だ。本当だ。うん。けしからん。あのマネージャーさんですか。だって僕が出ますよ。なんで。杉田君のお気に入りのマネージャー。あ、お気に入りの。はい、ナウスのマネージャーさん。可愛い可愛いんですよ。はい。いつもあの顔やをかけずに恥ずかしいがいつも。ガン見してる。おー。残念だったな。この番組の担当は男だ。あー。帰れ帰れ。あとあのミュージカルミュージカルのね赤い髪のねローラーブレード履くんやるんで、あ、じゃあ今度やろうよ。よし俺だって参戦してみて、ガキに入って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 ね、はいはい、ゲイの話するぞ。行こう行こう行こう。で再現しようとしたんですよ津田さんの、うんうんうん、しないんだゲイの話しないんだ。ケンジローのケン、あー、ケンジローのケン、ね、ありがとうございます。合ってたわ。でもダメでした。ダメだったって話だね結局ね。なんかこの声付けじゃ無理でした。唯一無理だね。無理です。無理でした。まあでも本当に出来上がってるからこそ、でもあの口パクが、はい、その小さかったりとかですね。うん、すっごいちっちゃい口パクもあるしね。そう、オフのタイミング取りづらかったりする、ね。うん、緊張するね、あれ。緊張しますね。あの、フルで絵が入ってるとね。それでお前ら口合わなかったらお前らのせいだからなっていうことでしょ。そうなんですよ。そう、いい。ニュアンスも全部完璧なんでしょみたいなね。ことなわけでしょ。そんな挑戦されてるわけでしょ。そんな超声。そんな目線のスタッフさんだったっけ。そうなんです。挑戦的ですね。そうなんです。じゃあそうなんです。うん、今もうここにいるスタッフさん絶対そう思ってますよ。挑戦的ですね。お前らがね。見せてみればみたいな感じですよ。デウを見せてみれば。デウをね見せてもらおうかと。だとただ、はい、パンツ一丁ですけどね。今のところね。はいはいはい。まあまあまあ、はいはい、本当が混ざってますよって話ですけども。じゃあ次のメール行ってみますか。はい、じゃあ僕行きますね。お願いします。津田さん、杉田さん、小野さん、あとパンツ一丁のスタッフさんたち、こんばんは。こんにちは。あといないようですが、中村ゆうさん、こんにちは。こんにちは。アニメ系キャスト発表されましたね。これでも食らえってくらいの豪華メンバーで驚きましたってことを、これスタッフさんが書いてるんですよね、うん、これそうですね。私の予想では、層が熱血感っぽいので中村雄一さんがやるんじゃないか、うん、宿神は黒髪ポニーテール男子なので当然中村雄一さん、うん、イサナがですね主人公っぽいのでやっぱり中村雄一さんという予想だったのですが、うん、見事に裏切られました。すでにアフレコが始まってるようですが、中村雄一さんとそれ以外の声優さんの皆さんの予想レポートお願いしますっていうね。なるほどね。絵文字付きでスタッフがどれだけ中村が好きなのか分かりました。分かりました。そうですね、愛されてますね。そんな中村は鎌本力夫っていう役、うん、この最高にいい役です。これ最高に、これもう男が全員食いついたよ。そうなんですよ、ね、オーディションの思い出の人があって、鎌本だけ当日振られたんですよね。はい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 、これも読んでください。はい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 、はい、なんだこれは、うん、これだよ、こういう役やりたい、やりたい。このいかついけれども、しかも過去はなんか痩せてた、うん、そう痩せてた。そう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 、基本線かっこいい、基本かっこいいのにごつい、うん、いやいやいや現在の方が素敵だぜ。僕もね、うん、もらったよこの台本っていうか、うん、そのオーディションの時にこれを受けてくださいって、うん、当日やっぱ渡されて、うん、同じようにテンション上がって、うん、テンション上がった。これだろうって思う。津田さんもそれ受けました。みんなどうやったのかなって、かまも僕なんか変に高い声でやった気がする。おお、言うてくださいよみたいな声で、はい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 。俺あの鎌本だから、うん、おかまでやった。ええー、やめてくださいよ。あれなんかタイガー&なんとか聞いたことあるやつだそれ。聞いたことがある。うわあ、ごっついタイツの人だ。そうそうそう。これ完全に田舎のヤンキー。田舎のね、はいはいはい。グルグル。ガオス。はいはい。決めてないみたいな感じでやったんですか。あの
口やられちゃってる。その詳細はいいですよ、詳細は。歯が溶けてる系のね。溶けてる系の、うん、ちょっと。タイコさんがそういうヤンキー声を使うと喜んじゃう人が僕何人か知ってます。別作品で、ね、別作品ゲームはね、あんま詳しく言うとまずいな、それ。はいはいはい、それはブルーやって言わないと。まあでも、結果的にはでもですよ、中村くん。うんね。いいのかな、中村くん。中村くんになりました。はい。はい。そう、みんな大好き中村。もう本当ですよ。彼のかっこいい声が、これに、この釜本に乗っかるっていう、ギャップがいいんですよね、多分。いや、すごいよね、このギャップは。そうですね。大注目ですよ、釜本。いやー、多分本編が始まったら愛され男はもう釜本に集中する。そりゃそうでしょう。みんな嫉妬してるって。嫉妬ですよ。だって、力量だよ。そう。うん、そこりによって。愛されすぎて怖いわ、本当に。まあ、でも、まあ、中村くんはじめとしてですね、はいはい、僕ら以外のキャストも非常に。そうですね。はい。豪華で。まあね。すごい。個性豊か、ね。個性豊かな現場ですよ、本当、うん、楽しみですね。誰が中心なのか分かんない。分かんない。正直。分かんない。本当に。分かんない。ね、現場の雰囲気もどうなっていくんだかっていう。もう始まってますけどね。まあでもオリジナルならではの良さがありますよね、うん。そうですね。どうなるか分かんないからね、僕らもね。話を知らないんで。いいドキドキしている状況でございますけれども。うん、そういうことでございます。期待してください。以上、K オブメール、KM でした。アニメ K、ウェブラジオ、KR。一つだけあるぜ。ずっと俺を閉じ込めておく方法。では続いてのコーナーは K Q 、こちらは、K of Question 君は誰ということでね、アニメ K のキャラクターについて質問に答えたコーナーです。シュールな玉だな。ブレ玉、ブレ玉が飛んできた。オープニングでもお伝えしましたが、まだアニメスタートしてないです。ネタバレでもまずいこと言った場合は編集されているかもしれません。僕たちの言うことも全てが本当とは限りません。そうだ、ご了承ください。どうでしょう、大人は嘘つくんだぞ。、うん、そうです、それ言っといて。なんてことだ、確かに、なんてことだ、こんな質問してほしい。なんで今いい声出したの。こんな質問をしてほしいなっていうリアクションもない、ね、例を紹介してください。進めないといけない。全然進まないから。紹介していきましょうよ。こんな質問くれと。こんな質問くれっすね。そう、これやっぱスタッフさんがね。そうです、これも仕込みですよ。ガンガン仕込んでいきますから。まあ行きますか、早速。行きましょう、行きましょう。まずですね、津田さん演じる須尾、はいはい、杉田さん演じる宗像、うん、そして僕が演じる九郎の関係、出ました。について教えてください。なるほどね。K が入ってるね。うん。これ難しいですよ。難しいね。関係、難しいね。関係というか、会話は、うん、まあ、ほぼほぼ。これしてないもん、まだ。してないです。してない。うん。この子とはしてないよ。でも、僕とはして。ああ、あの子とはする。キャラとはしてない。キャラとはしてない。はいはいはい、ね、まあでもどうやら赤の王と赤の王と青の王ですよ。うん、なんで繰り返したんだ俺。いいですよ、全然。うん、分かりやすくしましょう、うん、これ聞いてる人まだ分かんないですからね。うん、ね、王同士でなんか結構組織的にはなんか敵対してる、ね、敵対組織です。赤い狐が暴れてると緑のタヌキが来るみたいな。やっぱそばだろうみたいなね。武田鉄矢がこう止めに来るっていう。黒い豚かれみたいな。それがね、宿上黒なわけですから。うん。豚カレーが入ってます。うまいこと言うね。うまいね。本当にうまいよ。大役つくんじゃないか、これ。本当だ。下手したら。そういう関係性ですよ。うん。そうそうそう。よし、これぐらいで収めておきましょう。そうですね。ネタバレしない。いいと思います。とっても素敵だと思います。じゃあ次ね、自分のキャラは鈍感ですか、それとも神経質ですか。オッケー。うん、うん、どっちですかね。どっちですかね。プロは神経質な方ですね。うん、そうだよね。イラ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 してる感じ。イライラしてる感じですね。うん、そうはね、うん、鈍感なように見えて神経質な気がするな。おー、なんか。はい、ぼーっとしてっけど、みたいな。そうですね、うん。あんまりこう、シャキッとしてるイメージじゃない、イメージはないですね、全くね。どう、うん。うん。なんか、胸かったすっげー神経質そう。組みって結構言う、なんか面白い人だったです。面白い。そう。あのね、うんうん、びっくりした。ええ、ガーンってなるとこ。あのガーンのとこ。ガーンってなるところ。ああ、そうと思って。そう、そうなんだ。うん。マジでと思ったもん。あとしっかりしてる人って全部部下の淡島に全部任してるんだ。ああ、ほんとだ。この人、なんかただの甘えん坊じゃねえかって説がある。うわ、出ました。おいじめちゃん、いじめちゃんって言って。淡島にだけは。なんでいつもそんな判決なのって。いや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 。確かに。お前に判決を下す。かっこいい。意義あり。
そこはかっこいいんだ。やった本物だ。ちょっとすぐお客さんに戻るんですよ。やべやべやべ。本当だよ。もうすごいやった。はいはいはい。そうか、でも神経質。神経質とかね、そう確かにね。結構でもみんなその雑草に見えるところあったとしても、うん、意外とこう、うん、キリッとしたところがね感じられますよ。裏があったり。あったりね。ギャップ抱えてる人いっぱいいますよね。本当それこそさっきの川本じゃないけど、うん、ギャップの人が多い。塊ですよ、ギャップの。ギャップの塊。ギャップの塊。うん、ベストオブギャップ。うん、ですね。ベストオブギャップ、はい。ギャップの服を全身着てる。ベストオブギャップ。そう、たまにいますよ、ね。いますいます。そういう方もね、うん、いらっしゃいますけど。はいはいはい、そう、そうだっけ。いいな、この番組。じゃあ次。どう、次行きますか。はい、じゃあ次お願いします。はい、うん、自分のキャラが苦手なもの、はいはい、敬遠しているものなんだ。敬遠。敬遠。敬遠しているもの、うん、炎だから僕の場合は、うんうん、水とかなんですかね、はい。敬遠しているもの。それこそだって青の力って、うん、なんていうの、こう相対するっていうか。まあ確かにね。スゴが水弱くて泳げないとか可愛いんですよ。おー、いいね。泳げないかも。可愛いって。ああ、見える。もう助けてくれ。泳げない。ほんとだ、マッチつけれないと。助けてくれ。火怖いよ、みたいな。火はちょっと。野生の動物みたい。火を見ると、火を見ると、怯える。怯える。マルシマちゃん、マルシマちゃんって、うちの事務所全部 IH にして。怖いからね。なるほど、ね。カチカチカチ棒はやめて、うん。怖いよ。マルシマちゃんって。甘えすぎだっつうの。面白い面白い面白い。苦労なんだろうね。苦労なんでしょうね。ね、あんまり出てこないですかね、うん、そうだね、お茶がそういう意味ではね。女の子にはでもあんまり弱そう。ああ、弱そう。免疫がなさそう。それは弱そうですね。猫って出てきてるじゃないですか。うんうんうん、キャラ絵とかでも、はい、ホームページとかも出てきますけど、えらい、ドエロいんですよ。ドエロいです。キャラクター。エロくないわけやねえ、あんなの。いや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 、なんでそこで。正解。ここが正解なんですよ。何言ってんだよ。うん。怒り出したよ、これ。なんで怒られなきゃいけないんだよ。青の方が怒り出したよ。けしからんよ。むしろスタッフさんがけしからんですよ、あれやって。うん、けしからん。全裸ですもん。全裸。白シャツ一丁。あれ黒だから大丈夫なんですよ。あれが斧だった場合はどうなんですか。うん、大変です。もうふわーってなっちゃう。もうふわーって。欲望の塊じゃねえか。小野さんそれは。だから僕じゃなくてよかった。よかったね。黒でよかったですよ。本当。危ない、確かに。ほんと、どっちの方がおかしい。おー、なるほど。もう一回聞いていいかな。おー、OK ね。OK しないようにね。ボッケーしないようにね。次行こうかな。BK しないように。次行こう、次。BK しない方がおかしい。よし。どれにしようかな。したくなかったな。俺ね、ちょっと面白そうなのがあったんですよ。どれですか。世の中には、癒し系や体育会系、秋葉系など、いろんな系統がありますが、自分のキャラは何系統だと思いますかみたいな。なるほど。うん、何系統、家系とか谷系とかいっぱいありますね。うん、そういうことですね。うん、実際の人物で。そうですね。うん、僕、あれ？でも僕、装飾系かもしれない。あー、なるほど。実は。和食系。和食系。うん。弁当とかすごい作る。お弁当作っちゃおうか。ですよ。お弁当作っちゃおうか。じゃあ僕もですか？そう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 。僕も現場にお弁当出しに行く。あの、カゴみたいなの入ってるやつ。収録終わった後に、うん、よし、飯行こうぜって。でも、僕お弁当があるんですよ。兄ちゃんお弁当広げないお店で、つって。怒られたりとかして。お客さんちょっと困ります。困ります。持ち込み禁止みたいな。えー、うん。ごめんなさい。なんでもないです。結果的に、え、何ですか？いやいや、ちょっとあんまり、ひどい、ふりをしたなと思って僕は。ひどいですね、ほんとに。ね、ごめんなさい、むちゃくちゃ。ただでさえ僕の周りに人座らなかったりするんですよ、工場現場で。そうなの？優しくしてほしい。杉田くんぐらいですよ。じゃあ僕も隣座る。はい。あれ、ちょっと待って、なんかすごい。みっちり、みっちりやろうよ。そう。なんか、すごい狭い椅子にね。3人で座りましょうよ。スタジオ自体そんなに広くないそんな広くないですからね。どうですか K、なんとか K。なんとか K。なんとか K。何 K なんだろうな。ねえ、なんでこの質問選んじゃったんだ。あの津田さんが選んだんですよ。なんかね、丸つけたの。面白そうだなって。次行きましょう。なんかありますか。杉田君なんかある？うん、ちょっと飛ぶと面白いなこれ。自分のキャラは携帯だとどんな？ああ、機能ね。機能ね。難しいですね。Android ですかね。ああ、なるほど。うん、iPhone。種類もね。ありますけど。ガラケーか、なんかスマホかみたいな。あ、僕の場合はだから炎系なのでライターです。携帯にライターがプチッとついてます。ああ、なるほどね。
通報の携帯そうそうそう、カチッてついてるけどそれ画面だけだから、あ本当に火はつかないよ。よくナイフとか銃のアプリみたいなあ、そう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 、ババババみたいな、ある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 、あれ入ってんだ、可愛いですね。そうそうそう、それがねマストなんですよ。村方はあの、うん、部下の顔が出てきて叩くとこいてとか言えば、おお可愛い、でストレスの解消してる、いじめていくっていう、結局全部アプリだ、やろう全部アプリだね。機能だっつってんだよ、機能だっつってんだね、機能ですよ。確かにそうだな、川島ちゃんをタッチして楽しむアプリ作ってくれよ。あそれはね欲しい、うん、それは僕も欲しい、ね、猫の猫のアプリ、そうそう、ペローンってこうシワ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 とかペローンペローンって、あらららららら、風が吹いてペローンってなるららら、あのマイクに吹かれた、はいはいはい、ありますね、ペローンってクイジが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 ってマックスになると、あの白が出てきて残念だったね、うわムカつくな、俺だよ白がパンイチなのかな、白ムカつくな、俺だよって言われて、白ムカつくな、ミカさんの声ですよ、しかも貴重な、ミカ俺だよ俺貴重この野郎って、ムカつくだな、はいはい、そろそろ締めろって、うん、はい、以上、K オブクエスチョン KQ でしたよ。アニメ K、 ウェブラジオ KR、 剣をもって剣を制す、我らが大義に曇りなし。それでは今回最後のコーナーは KF こちらはK オブ、 K オブフューチャーですよ。おーかっこいいもん、変えて K オブフューチャー、おフューチャー、早くこのボールを口に加えろ、おフューチャーフューチャー、全編下ネタなんだけど大丈夫すぎた、この基本線 M ですからね、基本線って言うなよ基本線、うん、でもたまに S の顔もうわぁ出ましたこれ、面倒いタイプだ、あ嫌な感じ、はい進めるよ、うん、謎に包まれた謎に包まれたアニメ K について、うん、リスナーの皆様から、こうなるんじゃないか、こうなったらいいなという妄想予想を送ってもらうコーナーです、はい、なるほど、ここでもですね、はい、こんな妄想を予想してほしいなという具体例を紹介していきますという、うん、はい、なるほどね、妄想してこいと、はい、そう、ここが皆さんもしかしたら一番危険、一番、うん、そうだね、危ない、危ない、危ないけれども、うん、メインのコーナーになりつつあるんじゃないですか、なりつつある、確かにそうですね、うん、そうだよね、はい、じゃあ早速盛り上がりそうだね、読んでいきましょうか、ぜひぜひ、はい、K ネーム自宅警備さん、なるほどね、うまいこと言うね、働いてないってことだね、そうだね、そうだね、はい、PV であれだけ目立っていた、ちょっとばっかりしてる、聞けよ、聞いてます PV であれだけ目立っていた聖徳太子みたいなもんだから大丈夫なんですよ、あそうだったんだ、うん、もう喋りながらでも聞けるもんね、本当か、うん、そうです、いけるいける、ね、うん、畳先、純がやったんですね、はいはいはい、畳先なんですけども、うん、第2話でスケボーで盛大にこけ、うん、以降出番なし、うん、福山さんファンが悲しみに暮れる、なるほど、正解いやいやいや、うん、違う妄想予想だから正解って言っちゃったらダメなの、そうなの正解って正解、矢田くんがね、うん、随分目立ってるわけですよね、あのスケボー、あのアニメのやっぱ動きがいいっていうすごい綺麗ですからね、乗り物とか、ああいうあれはすごいね、うんうん、もうあのシーン見てるとね、ほんとヤタがメインというか、うん、もうヤタ主役なんじゃないかっていう、すごいっすよ、もうあのなんか魚眼レンズみたいなミューってなったでしょ、あれもうドキドキしちゃった、ドキドキしちゃった、ほんとあと鎌本のバイクでブイーンのとこ、あれはやばいよね、鎌本なんだな、あれはやばい、ほんと超かっこいい、さすが赤の王だけあって、うん、赤チームのこと褒めますね、あそうか、ほんとだ、気づいてる、ほんとだ、気づいてる、ほんとだぞ、だからやったいなくなっちゃったら寂しいんじゃないですか、寂しいっすよ、一緒いなくなると寂しくなるから、寂しいっすね、本当ですよ、いっぱい喋る人だしね、なんか元気な人でしょ、すごく、うん、めっちゃ元気な人、うん、バット持ってバット持ってんだやなやばいっすよ、ね、書きないやばいっすよね、スケボー乗ってバット持ってるってやばいっすね、最終的にスケボーと一体化するんですよ、おおなるほど、どんなアニメでやったそれでやったっていうのまさかのやったうわ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 恐ろしい恐ろしい展開じゃない、恐ろしい妄想をし始めました、両手両足に車輪がこうやって合体してなるほどね、もうなるほどね、もう俺がスケボーになる、なるほど俺がスケボーだっつって、須藤さんを乗ってくださいって、おお
うーっつってね。そんな違和感もないんだ。待ってるかもしれない。かもしれないですね。熊本はバイクと一体化してる。おお。そのくせドルルンドルルン。面白い。バイク乗ってください。それ面白いね。面白いですよ。それすげえ。そうなるといいね。行きましょう行きましょう、その展開。作家さんいらっしゃるからね、ここには。めちゃくちゃ。絶対中村に恨まれるぞこれ。でもね、結構多分ね、後ろの方まで書いてますよ。そりゃそうですよね。書いてます。もうほぼ完成ぐらいの勢いですよね。ほら、完成してるそうですよ。だって絵めっちゃできてるもん。そりゃそうでしょ。まあね、でもですよ。でもそりゃ世の中はもうアレンジが効くわけですから、いろんなことが。まだまだ。書いたものを一回ボツるっていうね。プロデューサーの鶴の一声で。あと、ボツ特典関係のドラマ CD とかやるとしたら、大抵ギャグに揃えるんで。まあ、なるほど、そりゃそうですよ。そういうのに、こう、流用される恐れが。本編をね。本編を。本編で書いたやつをボツって、ドラマ CD の方に行く。ちゃんとしたエンドはこっち。そう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 。なんでこれ。うわ、どういうことだ、これ。そう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 。どういうことだ。そういう番組だそうですよ、これは。どういうことだ、この番組。うん。K すごいな。K すごいですよ。これどうしましょう。あ、もう一つ読んでください。もう一つ行く。そうですよ。はい。お願いしますけど。うん。こちら、K ネーム、女子高生の形状さん。お。どうなの？杉田のクズが演じる宗像が河原に立って、今日は風が騒がしいな、とか言い出す。これは前番組のスタッフだからじゃねえか、これは。うん。さっき、おい、おい。K がね。K がね。何、もう一つ。もう一ついきますか。そっか、このネタは掘り下げないサクッといったところなんで。あ、これ、じゃあ、これ、これ僕、津田さんの声で聞きたいです。わかりました。ほっちゃん、ほわーさん。男性。もっとあの、テンション。ほっちゃん、ほわー。ほっちゃん、ほわー。もっとです。ほっちゃん、ほわー。もっともっと。ほっちゃん、ほわー。ありがとうございます。ほっちゃん、ほわー。はいはい。ほっちゃん、ほわー。ほっちゃん、ほわー。豪華豪華。はい。今の俺ちょっと録音しときたい。この間袋みたいにあの袋をしたらそれ喋って。実際僕あのね、あのテープレコーダーで、あのいい声を聞いてテンションが上がるっていう役なので。そうだね。今の津田さんのホチャホワをちょっと自分で録音しときたい。ぜひぜひやりましょうよそれ。ホチャホワで。あれすごい。もういろんな人のね声で。ホチャホワ。ホチャホワ。よろしいですか。行きましょう。ホチャホワさんからいただいてる。からいただいたホチャホワっていうこれをネタにしてるわけではないですよね。はい。第8話で串名アンナが男の子であることが判明。不評かと思いきや、それはそれでむしろありじゃねという流れになると正解。正解はない。いや、むしろ、むしろ、もう、この業の深い世の中ですから、むしろありで人気出ますね、逆に。逆にね、もう一周しちゃってるわけですから。予想通りかと思うだろうっていう。そうそう。なことねえんだよ。なことねえんだよ。なことねえんだよ。うん。バカ、ふざけんな。バカ、なんで切れるんだろう。バカどもが。でも、1話で、ここについてたの、クシナアンナですよね。はい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 、そうですね。ついてました、ついてました。男の子ですよ。うん。大丈夫ですか？わかんない。いいんですか？どうなんでしょうね、これ。どうなんでしょうね、うん。ってね。どうなんでしょうね。物議を醸し出すと思いますけども。物議を醸し出しましょうよ、じゃあ。やっぱりなんかちょっと問題というかな。そうか。原作を変えたいんですね。いやいや、変えたくないですよ。原作もうだってできてるんですもんね。できてます。はい。真顔っていうね、スタッフさん。お前らの、あんなちゃん、こんなに可愛いのに、K だけに金玉がついてるわけ。なるほど。金玉がね。金玉が。股間にね。そろそろ締めてください。以上。股間の K にね。K of Future、KM スター。金玉が股間にね。夢がある。アニメ K、ウェブラジオ、KR。俺が信じるのはただ一つ。亡き主のお言葉だけだ。さて、アニメ K、ウェブラジオ、KR 第1回お別れのお時間でございます。ここで番組からのお知らせ。はい。アニメ K、制作進行中です。最新情報など詳しくは、アニメ公式ホームページをチェックしてください。K 公式ホームページはアニメスペース K で検索すると上の方に大体表示されます。ざっくりだなこれ。広いなこれ。大体そう。すげえ。まあ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 、そういうことですよ。大丈夫です。皆さん見つけられます。またですね、制作発表会イベント、こちらが2012年の8月12日に予定されております。こちらの内容もホームページをチェックしてみてくださいねと。はい。アニメスペース K って検索したら出てくるんだって。上の方に。はい。K のですね、コミカ、コミ、
ダメだ、俺もうダメだ。頑張って。もうやだ、もう。もう見たくない、噛んじゃう、もう。噛んじゃうの刑ですよ、もう。噛んじゃうの刑だから。噛んじゃうの刑だから。大丈夫か、大丈夫か。そっか。読んで、読んで。読んでください。ケンジロウ、ケンジロウ。おー、ケンジロウの刑だ。あ、もうお願いします。ありがとうございます。コミカライズがアリアにて連載中、またグッドアフタヌーンでも連載予定と、はい、さらに講談社、お、これも系だぞ、講談社ボックスよりですね、原作者ゴラ書き下ろしのノベライズが発売予定でございます。あ、発売決定だ、これ。お、発売しました。発売決定でございます。すごいですね、うん。8月1日はい、はい、ですね、 PV5 本おで、アンジェラさんが歌う曲が2曲収録された、うん、計イメージブルーレイ、うん、ホワイト&ブラックが発売。なるほど、白と黒だね、これはちょっと出るんですね。はい、はい、そしてですね、うん、公式ホームページ、うん、アニメイト各対象店舗にて、はい、はい、100 days 100 visual が絶賛開催中。100枚のビジュアルを毎日更新更新更新されますよ。おい、すげえ。多分詳細は公式ホームページをチェックしてください。なるほど、うん、1枚ぐらい俺ら書きたいな、これ。公式突然すげえ下手くそな絵が出てきたら津田さんの絵本ってどんなもんなんですか。ね、書いていいですか。書いていいですよ。そう、書いていいですか、うん、ラジオだけど書いていいですよ、うん、説明しますから。はいはいはい、早いな、書くの。書くの筆は早い。筆は早いのはいいことだよ、うん、こんな感じ。うん、もうじゃもうじゃどんな感じ。宗像ですか。宗像の感じもちょっと自分のキャラ書いてどう、うん、あー、杉田君なかなか来てるね。あ、小野君も結構来てる。うわ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 、これいいんじゃないですか。やばいやばいやばい、これすっげえ面白いっすよ。これ宗像だそうです、スタッフの皆さん。このビジュアルが突然ある日もしかしたら上がるかもしれないですよ。今すごい、これ僕普通なんで、僕は割と普通なんで、こんなもんなんです僕はね。僕はこんなもんなんですけど、すごい長いもみあげがね、うん、はい、僕の黒です。あー、来ました来ました。はい、来ました。はい、いただきました。小野さんすごいわ、これいただきました。はい、はい、今公式その100、これアップするそうです。 100days 100ビジュアルのマジっすか。3枚がですね、今僕らが落書きしたやつ、今即興で書かれました。マジですか。ひでえもんです。ひでえもんですよ、これ。これがマジでアップされます。とんでもないことになりましたけど、はあ、ね、本気でじゃあやるんですね。分かりました、はい、うわ、テンション上がるわ。変な汗変な汗出てきた。書き直させてほしいけど、それもやらせてくんないんだろうね、きっとね。ちゃんと書いたら書いたら中途半端に上手くなってもらえないし、つまんないもんね。だから振り切るしかないです。確かに。皆さん本当お楽しみに。はい、ということですね、KR はですね、アニメート TV、にてですね、毎週金曜日更新になります、うん、番組ではですね、皆さんからのメールお待ちしてます。これもうね、さっきからずっと例題を振り続けている。これは何のためかというとですね、はい、リスナーの皆さんからメールが欲しいんです。あ、そうです。うん、それでね、メールをくれと、はい、うん、もう狂ったようなメールをくれと。うん、だけに、うん、びっくりする。妄想しまくればいいじゃん、お前らみたいな。 KM、うん、KQ、KF とコーナーがありますんで、そうですね、各コーナーに、ガンガン送ってくださいね。はい、うん、そして最後に、はい、KR は、うん、毎回パーソナリティが変わります。出ました。そうなんですよ、うん、びっくりですよ。これだけ煽っといて、煽っといてめちゃくちゃにしといてですよ、うん、僕ら次回いるかどうか分かんないっていうことなんです。そうそうそう、せっかくくれたメールを僕らが読まないっていう可能性があるってことだからね。そうですね、これ、はい、そんなキャワチュアのゲイ、そうですよ、キャワチュアのゲイ、はい、変わるよ。でもですね、まあまあまあ、何そのなんでニヤニヤしてんの、杉田君ずっと。いやいや、嬉しいんだ。いや、嬉しいです、こういう会話がね。この組み合わせが楽しい。なるほど、本当楽しい。幸せだな、楽しい。俺たくさんみたいになってきたぞ。いや、出演者いっぱいいますからね。いっぱいいますからね。いろんな組み合わせが聞ける可能性がありますよ。そういうことですよ。だから油断すんなよと。一回でも聞き逃しちゃったらもう本当みんなが聞きたかったあの人がパーソナリティやる回が聞けねえぞと。そうです。そういうことだってあり得るわけですからね。まあまあその辺を期待しつつ待ってください。はい。どうでしたか、さらにこの感想的なのは。うん。そうですね。楽しいですね。KR。いや、汗かいた、うん、汗かいたね。汗でしょうね。うん、もう夏だもんね、そろそろ。
そう、うん、蒸し暑くなってきましたから。なってきましたよね。梅雨にも入りましたから。ただまあその、うん、始まる前の番組でラジオやるのって、はいはい、こんなに楽しいんだ。本当だね。何言ってもいいんだもん。何言ってもいいだって本編の話が変わるんだよもう。せっかく全部書いた。ケンジロウそれは違う。違うのか。マジですか。ちょっと待ってください。そうですか。可能性はあるってことですね。可能性ありますよ。そうそうそう、下手すりゃだってリスナーの皆さん の、 あの意向が反映される恐れがあるんで、はい、うん、そういう部分もあるかもしれない。ありますよ。こんな展開、うん、この展開超面白いじゃん、本当っていう意味で、うん、このオチマジでみたいな。はい、そういうことだってあり得るわけですから。はい、ジャンジャンみたいな、ギャグアニメなんですまあそこすらもまだはっきりしてない、はっきりしてないですからね。僕らも知らないですからね、話のその全貌は。これがギャグアニメだったら笑います。まあ最終的にね、どんどんギャグアニメになっていくみたいな。みんな投資がどんどん下がっていくすげえ面白いそれ。みんな最終的に3頭身ぐらいになってくる。うわすげえ面白い。主演組かって話だよ。ほんとあなたが好きなんですけれども、どんどん声が高くなってくるでしょ。高くなってくる。おいっそうってなんだよやれるしかもこの人たちやれるしみたいなことになるそうですから。はい、はい、話は尽きないですけれども、はいはい、ですけれども、そろそろ締めろっつって。締めろってやだよね。締めろですよね、もうちょっとやろう。締めろっていうこのカンペほどね嫌なもんないんだよすごい、うん、あのね僕ねこの後ね、うん、アフレコ行かなきゃいけないです。そう、じゃあ締めよう。実は、うん、じゃあ締めよう。結構物分かりは良かったよ。そうなんですよ。もうさっきマネージャーさん僕いじめちゃったからね。ああそうですね。じゃあ締めます締めればいいんでしょうちのマネージャーもどうやら納得してすいません、本当ありがとうございますすいません。はい、ということでですねまあどういう番組になるか本当、うん、このラジオ分かりませんけれども、組み合わせすらも分かんないので、ぜひお楽しみにということでね、うん、アニメ K ウェブラジオ KR 第1回はここまで、はい、お相手は周防美琴役の津田健次郎と、宗像霊視役の杉田智和と、八戸神九郎役の小野大輔でした。第2回に続くぜ。あらかっこいいほわじゃあ今からアフレコ、はいはい、いってらっしゃい。いってらっしゃい。これ嘘じゃなくて本当の話だ。本当に行くんだもんね。本当にアフレコに行っちゃうから。いってらっしゃい。気をつけてね、頑張って。バイバーイ。はい、はーい、本当行っちゃった。本当に行っちゃった。すごい始まりとすごい終わりだよね。多分あの本編がシリアスなんで、ああもうね、落差でこっちのラジオでふざければ、そうだね、本編立つんじゃないかって。なるほど、作戦だこれは。そう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 、なるほど。そうそうそう。でも第2回ものすごいこうシリアスなラジオ番組になっちゃってね、いい話しかしないみたいなね。パーソナリティもね、うん、そうすごい組み合わせになったり、そうそうそう、なったりとかしてね、うん、ああそうですか。まあそんな感じで、うん、まあ僕らもじゃあ、はい、この番組に締めましょう。そうしましょうか。皆さん本当にありがとうございました。あの KR よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。